背番号10番柳裕太郎です。吉田選手からバトンをもらったので、今日は僕がやっているケアを紹介したいと思います。今回はこのマッサージボールを使ってお尻をほぐしていきます。このマッサージボールは大きいのと小さいのがあります。今日はお尻の大きい筋肉をマッサージしていくので、こちらの大きい方を使ってやっていきます。お尻の筋肉は横についている筋肉と後ろについている大きい筋肉があるので、今日はその2つの筋肉のほぐし方を紹介したいと思います。最初はお尻の横の筋肉をほぐしていきたいと思います。体を横に寝かせて、硬いところを中心にほぐしていく感じでやってます。自分はお尻が硬くなると結構股関節とかに痛みが出るんで、結構これは入念にやってます。家でもテレビなどを見ながらやってます。2箇所目は後ろの部分をほぐしていきます。後ろの部分は足を乗せてこう円を描くようにしたり、上下左右に動かしていきます。お尻の筋肉をほぐしていくと股関節の可動域が広がり、股関節が軽くなり、パフォーマンスの向上につながります。僕はこのマッサージボールは練習後、練習前、お風呂上がりに使っています。遠征の時などでもサイズ感が小さいので持ち運びできるので、どこでも使えます。皆さんも使ってみてください。次はタバ・ディエゴ選手にバトンを渡したいと思います。タバ選手お願いします。